今回の動画はキーノートでエフェクトの順序を入れ替える方法を解説をします。でまあ、どういったことかというとです、ね、今こちらのスライドには、ね、こういくつかこのエフェクトが入っているんですけども、これの順番ですね、ちょっと一回見てみると、まあ、今こちらに関しては、 最初にこの上からグラフの挿入、表の挿入、まあ、写真の挿入、アニメーション。でえ、最後に写真っていうね、このエフェクトの順番で入ってるんですけども、まあこれはですね、今これは文字じゃなくてですね、先にこちらの右側の写真の方を最初に表示させたいといった場合にですね、この順番をね、このキーノートではね、簡単に入れ替えることができますんで、まあ、今回の動画ではそのね、順番の入れ替え方をね、解説をしますで。それではね、このスライドがね、選択された状態で、まあ右側のですね、 ここのアニメーションというところですね、これが選ばれた状態で、この一番下のところを見ると、ですね、ここにビルドの順番というのがあると思います。まあ、ここをね、クリックしてください。 はい、そうするとこのビルドの順番っていうこのウィンドウが開いてですねこれ今はねこちらに関して上からこうグラフの挿入表の挿入で、まあ、一番最後に写真のエフェクトが入ってますけどもここをですねマウスでこういった形でドラッグすることによってですねこの順番を簡単にこう入れ替えることができますなので今回この写真を一番最初に出すようにしたいのでこれを一番の上にねドラッグして離します、はい、そうするとこれ今ね写真が一番上に入りましたんでちょっとこれでプレビューで見てみましょうかね そうすると写真が一番先に入って、まあ、次に文字が入るという形で順番を入れ替えることができましたということで、まあ、こういった形でですね一度つけた、ね、このエフェクトの順番をですね、簡単にこのビルドの順番でここで入れ替えることができますのでね、まあ、この設定方法もね、覚えておいてもらえると便利かなというふうに思いますそれではね、今回の動画は以上になります今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました